地元の名家の工場見学を無事終えた3人。次のミッションは地元の偉人のドラマの応援。しかしその最終破壊目標である NHK にはバリアが張られており、通常のエネルギー弾では太刀打ちできないことが分かった。果たして丹生明里はこのバリアを破壊することができるのか。そして度重なる瑞穂銀行のシステム障害の運命は。次回、シェイクスピアとフランシス・ベーコンを同一人物だと思ってる頭秩父原人地区は、ジョンでのミュージアムみたいに惜しまれながら閉館、ご期待ください。国道4号線と北緯36度線が交差するとき、スキスキスニート36は始まる。